町の明かりが灯る頃、男はあてもなく盛り場をさまようのである。そして店の中から漏れ聞こえてくる歌声を聞き比べて今夜のスナックを選ぶ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ママに連れ。どうも、センスナレン会長のタオルグロス太郎です。今夜の人生酒場は歌うまママベスト10と題しまして、得点が高かった歌をベスト10形式にしてドドドーっとお送りしちゃいます。歌ってくれたよな、いろんなママいたな、星の数ほどママいたな。その中でベスト10だって12。昔はね歌ってたんだけどね、今もう常連さんたちにね、勝てる自信がなくてね。いい、歌は勝ち負けじゃねえんだから。楽しくやればいいのよね。楽しくやればいいの。まさけ道のく花歌はどうですか？歌。歌ね、いいね、うん、カラオケね、うん。一番いいですよ。これがあるからね、今本当いいのよ。丸く収まってるみんな、お客さんも。これ考えた人、素晴らしい。何の歌だったの？余裕言っちゃったって。愛の終着駅。あ、八代亜紀さんの終着駅。終着駅近いんじゃないか。なんか縁起でもねえよね。始発駅ですよ、まだまだ。ね。ねえ、歌変えようかな。かわいい。文字の乱れは線路のきしみ、愛の迷いじゃないですか。読めばその先気になるの。いやー、スタンディングオーベーションですよ。シガーハレスした。歌ってくださる曲なんですけども、はい、カラオケ、はい、黒髪懺悔。黒髪懺悔、はい、懺悔しちゃうんですか、ママさんが。ね、下手でやめとけって言われたんですけども。だーよ、だーよ、だーよ。紹介したいんですけども、ベスト5は明日、明日のキャリーオーバー、明日も見ろよ。